ディオン遺跡の住居アトディオンはギリシャのピエリア平野にある地名。神々の居城オリンポス山の継承地として有名であり、その北東陸にはマケドニア王国によって運営されたゼウスとムーサイを祀る新域が広がっている。このディオン遺跡は現在アーキオロジカルパークとして整備されている。ディオンという名称はゼウスという単語の俗格であるデルタイオタに由来しており、 神々の王との関係がとりわけ深い遺跡となっている。紀元前5世紀頃、マケドニア王アルケラオス一世によって、ディオンはマケドニア王国にとって最も重要な新域に改革された。アルケラオスはギリシャ南部のポリス文化を積極的に受容し、その一環でオリンピアで行われた古代オリンピックを模してディオンに導入した。これはディオンのオリンピックと呼ばれ、 ゼウスとムーサイを叩える、この大祭典は、ギリシア中にその遺構をとどろかせた。ゼウス・オリュンピオス神域期限前四世紀頃になると、このデオンは、軍事基地としての性格も帯びるようになり、出陣式や、戦勝式などもここで執り行われるようになっていった。マケドニア王国飛躍の基盤を築き上げたピリッポス二世も、激烈な包囲戦の末に、オリュントスを征服したオリンは、ディオンで、 花々しい戦勝式と競技会を開催し、その成功を祝った。アケメネス朝へ東方遠征を行ったアレクサンドロス大王も、ディオンで9日間にわたる猛勢な出陣式を行い、ゼウス・オリンピオスの新域内の祭壇で、数多くの生贄を捧げた。グラニコスカ藩の戦いで勝利後は、戦死した25人のタイ色いのために、デュシッポス政策の騎馬造軍を、 同じ新域に混流している。ディオン遺跡にある劇場ディオンにある劇場は人工的な森土によって作られたギリシアにおいて珍しいものであるが、ここで晩年のエウリピですが紀元前5世紀末に悲劇を上演した。ペラで完成したバッコスの神女たちやアルケラオスが披露された。この劇場のオルケストラには、 地下通路もあり、明界からの登場といった演出に使われたのだろう。この劇場は、ローマによって新しい劇場が近くに作られるにあたって、徐々に使われなくなっていった。ありがとうございます。